炊飯器。炊飯器とは、米を炊いて、飯にするための調理器具。家庭用においては、電気式、電気炊飯器と、ガス式、ガス炊飯器、それに、他の調理機器と組み合わせて、使うものがあり、それぞれ電気釜、ガス釜、炊飯鍋とも言う。業務用では、ライスボイラーと言われる大型のものや、千枚から炊飯までこなす。 全自動炊飯器なるものまで多様な種類が存在する。電気式のものでは炊飯には30分、蒸らし時間を入れると1時間弱程度の時間がかかるが、こと日本では1990年代より主流となっているマイコン内蔵の高度化した機種では、内蔵されたマイコンの演算機能により、炊き上がりの設定時間から炊飯開始の時刻を逆算。 任意の時間に炊き上がるような製品も見られる。なお炊飯にかかる時間は、炊く、量、熱源の能力、電熱ヒーターのワット数や、入力電圧あるいは、火力、外気温や気圧などによって一様ではない。外気圧の影響を受けにくいような圧力釜状の機能を持つ製品も、上級機種に多く、電化版の安価で単純な機能しか持たない製品との差別化が図られている。 電気式で家庭用のいわゆる白物家電に属する炊飯器は発売当初は日本国内での未製造、販売、購入されていたが日本食ブームに乗って欧米へ、またアジア諸国の米飯を食べる地域でも家庭毒の増大と省力化の波に乗って輸出され、後に現地生産、さらには日本への輸出もされるようになっている。また日本国内では 東北地方太平洋沖地震、東日本大震災以後、節電意識が高まったことや電気料金の値上げが相次いだことから、炊飯時に電力消費量の少ないガス炊飯器に注目が集まり、一時的に品薄状態となったり、当初予想を大幅に超える出荷数を記録している。さらに、単身世帯の増加や古食化により、1号以下の少量でも炊飯できる。 電子レンジ用炊飯器や電気式、ライスクッカー、ミニ電気炊飯器、ガスコンド用炊飯鍋も市場に出回り、選択の幅が広がっている。なお、日本では、ジャー炊飯器として、家庭用品品質表示法の適用対象となっており、電気式のものは、電気機械器具品質表示規定に、定めがある。一般家庭用としては、昭和単身者用の1号。 180ml 程度のものから、台は15、1.8リットルイコール1章程度まで、ある、業務用の製品では3章程度のものまである。大きさ、機能、使用する素材、原産国によって、価格の開きは大きく、5000から12万円程度までの幅がある。メーカー各社は競って、味や保温性などを改良している。安価な製品は、中豚が、 アルミでできており、電熱ヒーターで内釜を加熱しており、マイコン式と呼ばれている。マイコン式は、発熱効率が悪いため、釜自体を発熱させることで、より効率よく、熱を伝えるとのできる IH、インダクションヒーティング式を採用したものが主流となっている。なお、IH 式もマイコンで制御されている。高価な製品では、中蓋が、ステンレスやフッ素加工。 炭素繊維でできており、IH 式に圧力釜を採用したものがあり、圧力 IH 式と呼ばれている。この方式は、発生した水蒸気を閉じ込めて釜の内部を高圧とすることにより、沸点を高め、1.4気圧110程度まで、より高温で炊飯できる。また、もっちりと炊いたり、玄米を消化よく炊いたりすることもできる。また、最近はスチームによって加熱、 保温するものも出ている。業務用においては、マイクロ波式のものもある。内側には、熱伝導率の高い銅や、ダイヤモンドなどを貼り合わせたり、遠赤外線を放射する炭やセラミックを使ったり、リンプル加工をしたりして、滝村を少なくしている。その他、全面加熱や、大きな沸騰を起こすことでも、滝村を少なくすることができる。また、 内釜に、比熱の高い炭などの炭素素材を使って蓄熱性を持たせ、温度を上げたり、真空断熱によって、発熱効率を上げかつ省電力で保温できるように、したりといった工夫も行われている。また、蒸気に含まれるご飯の旨味成分を噛まない部に戻したり、超音波や真空によって、米に水を浸透させたりといったことも行われている。また、保温においては、 かまないを真空にして、酸化や水分蒸発を防いだり、スチームで水分を保ったりといったことも行われいる。炊き上がりのばらつきを低減するために、温度センサのほか、赤外線センサや重量センサなどが使われる。その他、耐久性を上げるため、フレームにアルミダイキャストを使ったものや、内釜に特殊コーティングを施して、 内釜の3年保証や5年保証を行っているものが存在する。以前は炊飯機能だけでなく保温機能も備えている。炊飯器を炊飯じゃん。じゃあ炊飯器等と言ったが、1980年代以降の電気式はこれが大半であり、ことさらそのような呼び方はしなくなった。ガス式でも電気による保温機能を備えているものがある。普通の飯だけでなく、 おこわやかゆなども美味しく炊けるような付加価値をつけているものも多数あり、さらに機種によってはパンを焼き上げる機能やパン生地、ヨーグルトの発酵に適した温度を維持する機能なども付加されている場合もある。2000年代に入り、日本国内では炊飯器でスープや肉じゃがなどの煮込み料理やスポンジケーキなどを調理することが消費者の間で流行し、炊飯器だけで 調理できるレシピを収録した書籍も観行れている。しかし使用する機種によっては内釜や炊飯器本体を傷める可能性もある。特に釜内側にテフロン加工をしてある機種では中に陶磁器の食器を入れて調理する際にその糸底でこのテフロン加工に傷がつく恐れがある。また内釜に焦げ付きができたり内部のパッキングが傷む匂いが染み付いて炊飯時に 匂いが残るなどのトラブルも聞かれる。当然、用途以外に使った場合の故障には、無料修理保障は適用されない。日本国外では、そのような機能が、日本メーカーの製品も含めて、標準となっていて、自動調理電気鍋と化しているものもある。日本初の民生用炊飯器は1923年に発売された、三菱電機の炊飯器である。 だが、ヒーターの上に釜を乗っけたような形であり、現在の炊飯器とは全く異なった構造であった。また、三菱電機は1930年頃にも製作している。電気を使用して飯を炊くという発想自体は古くから存在する。現に旧、日本陸軍が1937年に正式採用した97式水自自動車には、 炊飯筆という原的な電気炊飯器が装備されていた。これは四角い木製の箱の両端に電極をつけたものである。炊飯筆の中に研いだ米と水を入れて電極に通電すると中の水が通電により発熱して炊飯を行う。そして米が炊き上がると水分が減少するため抵抗値が上昇して発熱量が少なくなりそのまま保温に移行するという原理であった。 しかし、この方式では、水の種類や米の研ぎ加減によって、発熱量が変化して、滝き加減がばらつく上に、感電の危険が大きく、家庭用とするには不向きであった。家庭用の電気炊飯器は、初期の開発中のものは、単にヒーターで加熱し、一定温度になると切れる、という単純な構造のものであった。だが、この方式では、外気温の影響を受けやすい。 加えて、日本では四季により、季節の寒暖の差が激しいことから、米が生煮えになることが多く、未完成品であった。各メーカーは、失敗続きのまま、試行錯誤を繰り返していた。この段階では、筆の中に電熱線を入れ込んだ試作機すら見られた。これについては、東京通信工業、現在のソニーが設立当初に取り組んでいる。また、1950年代には、 熱源が練炭ンンで、焚き明かりを電気式のブザーで知らせる練炭ンン炊飯器も存在した。最初に実用的な電気炊飯器を発明したのは東京の町工場である三つ部社の三並吉忠である。釜を三重化する方法を採用することで実用的な炊飯が可能となった。これは空気の層による骨熱の腕、で温度を高めるようにしたもの。 やがて1955年に自動式電気釜という名で東芝から製品化された時には二重釜関節滝という方式が導入された。これはバイメタル技術を利用したもので自動式で電源オフにする機能である。このおかげで一旦電源オンにすればあとは自動的に電源オフになるので炊飯中に常時見張っている必要がなくなった。さらに自動的に 電源オンになるタイマーも別途併売された。これらにより電源の ON オフが自動化されたので一旦タイマーをかけておけば夜眠っている間に炊飯されて朝起きたら炊き上がっているようになった。全自動化されて便利だったため電気釜は大ヒット商品となった。なお電気釜の開発と自動化の開発が混同されたり電気釜の開発と電気釜の製品化が 混同されるなど、東芝が電気釜を開発したという誤解も世間では広がっているが、これは正しくない。東芝は電気釜の開発過程では三つの部社に協力はしたが、主導したわけではない。あとの1956年には、松下電機も電気炊飯器を製品化している。松下電気製のものは、鍋と釜を二層構造とすることで、 比較的外気温に影響されない炊飯が可能であったこの方式を二層系電気がまといその後二層型は炊飯に時間がかかることや消費電力が大きい欠点があり1960年代以降は次第に廃れていったこの当時の炊飯器は保温機能を備えておらず最後にお室に移す作業が必要でまたすぐに冷めてしまっていたそうした中で 造印魔法瓶が1965年に半導体による電子制御の保温機能を得た電子ジャーを発売。同商品は年間200万個を売る大ヒット商品となった開発の際にはもう米を見るのも嫌になった開発者もいるという。その後、三菱電機が1967年昭和42年に保温機能を備えた炊飯器を発売する。 これらの登場によって、従来、家庭において千枚から、水張り、加加げを行って、最後にお筆に釜から移すという主婦の作業を軽減させることにもつながり、洗濯機と並んで、日本の家庭の必需品とまでなっている。1960年代を通して、タイマーにより前夜にセットしておけば、早朝に炊飯する手間が省ける機能を備えた機種が、登場、普及を見せた。 東芝では保温機能を持つ機種を保温釜持たないものを電気釜と呼んでいるが純然たる電気釜は業務用を除き1990年代までに絶滅し東芝の商品一覧からその名を消しているさらに保温釜の呼び名も一時期できるだけ使わないようにしていた時期があったが現在は普通に使われている1980年代より マイコン制御を取り入れる機種が登場して、多機能化、時計を内蔵し、タイマー設定も2つまで記憶できるなども進み、1990年代には、マイコンによる各種機能によって、好みの多機化、硬い、柔らかいなどが選択できるようになったほか、玄米や麦飯など、健康ブームにも関連して、様々な食品が調理できるものも登場している。中には、 無器としても利用できる機種もある。なお1980年代末には早くも IH インダクションヒーティング方式による加熱を採用した機種も登場したが、これらでは様々な設定の組み合わせて加熱を細かく制御することにより、より美味しいご飯が炊けるような工夫をしている。圧力釜仕様の製品では1.2から1.7気圧程度、家庭用は 放棄制で1.4気圧程度までの圧力がかかるようにして、沸点を100より高くしたり、高価な機種ではスチーム加熱などの機能を備えていることが多い。1990年代には中国で機能は限られるが安価な炊飯器が大量に生産されるようになり、日本を含む各国に輸出されるようになった。このため日本のメーカーは商品の機能を増やすなど、 付加価値をつけることで対抗することとなった。2000年代になり、内釜に金属以外の素材を使用し、遠赤外線の作用などによって、ご飯の風味が良くなることを特徴とした高級品が出現し、注目を集めている。三菱電機は、本炭釜と称する炭素材削り出しの内釜を使用した高額商品を販売した。また、 有田焼きなどの陶器の内釜を使用した商品もある。陶器を使用した粥や、省薬用の電気調理器具は中国に1980年代からあり、近年は炊飯器も製造されている。電気式の炊飯器の一部には、コンセントからプラグを抜いた状態でも時計を機能させ、タイマーや炊飯設定を記憶させておくためのリチウム電池が内蔵されている。 電池が消耗すると通電していない状態では、時計表示が消え、タイマー予約もできないが、炊飯や保温は、支障なく行える製品がほとんどである。電池は基板にハンダ付けされた節片に、スポット溶接されており、ユーザー自身による交換は想定されていない。そのため有料修理となるが、電池代、技術量、さらに部品代が加わる場合や、 基盤交換場合もあるでおおよそ4000から8000円程度となる。1980年代以降、中国、韓国など、米食を主体とする国でも、電気炊飯器が製造、販売されているが、価格競争重視のため単純な炊飯機能のみの、単機能モデルがほとんどであった。このため、日本に観光目的でやってくる、高所得者層から出稼ぎでやってくる労働者まで、 上手に美味しく炊ける日本国内向けの多機能炊飯器を土産に選ぶケースも多かった。しかし、日本国内向けに販売されている炊飯器はほぼ全て100ボルト専用品のため電圧の差などの関係で、日本国外ではそのまま使用できないケースもある。なお、秋葉原などの電気街に行くと、外国人観光客向けに 115V、120ボルト、200ボルト、240ボルトなど、 様々な国の電源に対応した多種多様の炊飯器が販売されており、観光客が英語などで表記されている炊飯器の箱を持っている姿が見られる。また、これらの炊飯器は日本の粘り気のある米、ジャポニカ米を炊くために加熱パターンなどを最適化しており、特にインディカ米、タイなど、東南アジアなどで広く栽培されている、潮流酒これで炊くと、 美味しく炊けない場合が多い。本来、インディカ米には、鍋で沸騰させた湯に投じて湯で、煮上がったところで湯を切って蒸らす、湯取りという調理法を取る。これは、日本の水加減を調節するやり方との違いが、大きいが、これを炊飯器で再現させることが難しい。このため、インディカ米を、日本の米と同じように、やや水を多めにして、 炊くこととなるが、伝統的な調理法と比べると、どうしても風味が違ってしまうようである。特にチャーハンのように炒めて食べる場合には、炊飯器を使うと、できた飯の炊け具合が良くない、表面がベタベタすると言われている。また、西アジアなど、内釜の底に、お焦げができることを好む地域の場合、日本国内向けの商品では、満足できない場合がある。このため、メーカーも、 このような地域には加熱パターンが異なる製品を投入している。2005年の世界の家庭用電気炊飯器の生産量は約8500万台と言われ、うち中国が約6000万台で、大多数は関東省福祉公司と連合市で製造されている。他は日本、韓国が主な産地である。ちなみに中国語ではというが、 これは本来関東語の言い方で、最後の漢字も方言字であるが、関東省が生産基地のため、従来の電飯鍋という言い方を淘汰させてしまったものである。炊飯釜を約1200度のバーナーによる直火で熱するのが特徴で、IH 炊飯器に比べ複雑な機構が必要なく、調理時間もやや短い。ガスコンロ上に炊飯釜を乗せた形状のため、 同容量の電気炊飯器に比べ全高は高くなる。都市ガス、12A13A 用とプロパンガス、LPG 用があり、同じ機種でも燃料ごとに型番が異なる。飲食店などの業務用は、ほとんどの場合ガス炊飯器やガスを使った大型の器具で数合、数十号、通称イコール数リットルを一度に炊ける容量を持つ。こちらは炊き上がりよりも所要時間の短縮に、 注力される場合が多い。また、釜の形状も積み重ねができるものがあるなど、家庭用と違う需要に応えられるようにデザインされている。なお、ガス炊飯器でも電気によって放電点火する方式のものや保温できる機能を不可機能として備えているものもある。日本国内でのガス炊飯器は、1902年、明治35年にガスかまどが開発され、 改良を重ねながら、各ガス会社により1960年代まで販売された。味にこだわる一部の料亭などでは現在でも使用されている。1957年、昭和32年にはガス自動炊飯器が開発され、1979年、昭和54年になると、電子ジャー、保温機能付きガス炊飯器も登場。1991年、 平成3年には、かまどでの炊飯を忠実に再現した、家庭用高級機、アルファかまどきが発売され、マイナーチェンジされながら、ロングセラーとなった。2012年、平成24年には、21年ぶりにフルモデルチェンジ、された、直火匠、直火の匠、臨内、東京ガス、大阪ガス、東方ガス共同開発が、販売開始されている。 各地域のガス会社との共同開発のため、地域的な好みを乗り越えての開発となった。単体では、炊飯できないが、他の調理機器のエネルギーを利用することで炊飯する、調理器具も、炊飯器と呼ばれることがある、電子レンジ用炊飯器など。ただし、ガスレンジや IH クッキングヒーターを用いるものでは、同様のものでも、炊飯鍋と呼ばれることが多い。どちらも、 炊飯容量の少ないものが一般的で参入メーカーも多岐にわたる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。